ロッキーズ、ドジャース、日本時間18日、デンバー、ドジャースの大谷翔平投手は17日、日本時間18日、敵地、ロッキーズ戦前に術後最長80フィート、約24.3メートルのキャッチボールを行った。前回15日、同16日、から10フィート、約3.0メートル、伸ばしていった。 試合開始3時間ほど前にグラウンドへ、いるアイアトン通訳や球団トレーナーらに見守られる中、セットポジションから約20分間、黙々と投げ込んだ。不動の1番だったムーキー・ベッツ内野手が左手骨折で負傷者リスト入り。この日は1番、指名打者、で先発出場する。連日16日、同17日、 のロイヤルズ戦では今季二度目の一試合二発。ロバーツ監督は今やっていることを続けてほしい。一番スタメンでも変えることは期待していないし、二番のウィル・スミスも変えることを期待していない、と話した。